アリとキリギリス、アリとキリギリスはイソップグーワの一つ。元はアリとセミだった。セミは熱帯、亜熱帯に生息し、ギリシアなど地中海沿岸にも生息していて、古代ギリシアでは文学でも取り扱われているが、ヨーロッパ北部ではあまり馴染みがない昆虫のため、ギリシアからアルプスイ北に伝えられる翻訳過程で改変された。日本に伝わったグーワは、 アルプスイホクからのものであるため、日本では主に、アリとキリギリスで広まっている。英語では、ザアントザグラスホッパー、ザグラスホッパーザアント、ザグラスホッパー,ザア,ザ,ッパーザアンツなどと表記される。夏の間、アリーたちは、冬の食料を蓄えるために働き続け、キリギリスはバイオリンを弾き、歌を歌って過ごす。やがて冬が来て、キリギリスは食べ物を探すが見つからず、 最後に、アリーたちに来い、食べ物を分けてもらおうとするが、アリーは夏には歌っていたんだから、冬には踊ったらどうだいと食べ物を分けることを拒否し、キリギリスは飢え死にんでしまう。一方で、アリーが自悲心を持って食べ物を分けてあげるという改変が古くからある。食べ物を分けることを拒否し、キリギリスが飢え死ぬのでは残酷だというので、アリーは食べ物を恵み、 私は夏にせっせと働いていたとき、あなたに笑われたありです。あなたは遊び放けで何の備えもしなかったから、こうなったのですよとキリギリスに告げ、それを機にキリギリスは心を入れ替えて、働くようになるなどという展開に改変される場合もある。この展開での現代ものでよく知られた作品としては、1934年にウォルト・ディズニーが、 シリー・シンホニーシリーズの一品として制作した短編映画アリとキリギリスがある。この作品では当時ニューディール政策により社会保障制度の導入を進めていたフランクリン・ルーズベルト政権への政治的配慮からアリが食べ物を分けてあげる代わりにキリギリスがバイオリン演奏を披露するという結末に改編されている。シグマ・パイ・ウプシロン・シータ・イオタ イオタシグマパイウプシロンシータイオタローニューイータクサイカッパアルファイオタカッパニューシータアルファーローウィキソース第1章ギリシア語によるアリトセミフェーブル114アリトクソムシ112はアリトセンチコガネインターネットでセミを追う2010年7月25日閲覧イーガンロリー古代ギリシアのセミ バルバロイ、2010年7月25日閲覧。ありがとうございます。